はい、どうも、カイエです。とある魔術のインデックスコラボが今回、再びやってきましたね。1年ちょいぶりぐらいらしいですね。もうそんな経ったのか。で、今回は初のですね、追加ユニットがこのコラボにやってきました。で、さらに、三坂美琴と、一方通行、アクセラレーターですね。の2人が今回は、再生進化追加されております。でスクラッチには星6の、オティヌスとこれなんて読むのこれ提督レベル5のこの垣根提督なんて読むのごめんなさいちょっと読み方間違ってたら大変失礼しました。が追加されてますね。オティヌスの方がどっちかっていうと倍率的には性能良さそうな感じかなですね。リンクパッシブもかなり良さそうですね。まあ当たり枠ですね今回の。しかもあれだね、あの翡翠と同じブーストでチェーン持ってるのかオティヌスは。わあすごいね。さすがにデオンとかのデオンの動画の時みたいにうまいこといくかどうかわかんないですけども、一旦9連引きましょうか。俺ちなみにインデックスね、昔間違って売っちゃったんだよね。だから今持ってないから、インデックスもついでに欲しい感じです。行きましょう。維持率どんなものなんだろうね。昔すげえ悪かった記憶あるけど。行きまーす。1か2か。2個か。出るかな。おこれマジで星6いきなり出ちゃった。これはでも出やすいのかな、もしかして。オティヌスがやっぱり一番絞られてる感じがするけどな、イメージ的には。あ、押しちゃった。ウイハルね。あらあら、そういう感じで出るのね。でもあとオティヌスだけですね。頑張ります。じゃあもう一回9連いきましょう。あーっと2個か。さあどうでしょうか。インデックスありがとうございます。え、めっちゃ出るんだけど、何こいつえ、星6のハズレ枠なの。すげえ出てくるよ。えもう一回引く気長くなくなるんだけど、これあと1回だけ。じゃあラスト9連いきます。これで最後です。オティヌス狙いの9連。まあもしあれだったらね、アクセラレーターもしくは三坂美琴も一応持ってるんだけど、もう一体ずつ出てきてもいいよって感じでいきます。あ、1個かな。あ、2個だ。よかった。さあ出てくるか。お前すっげえ出てくんな。もう星6じゃねえだろ。はい。あー、アクセラレーターか。渋いねこれは。はい、ということでさっき言った最後というのは嘘でございます。ラストです。次で本当のラストですこんなスムーズに嘘ついたのは初めてかもしれないいきまーす。はいはい、よし。2個が安定か。まあ、これで本当に最後にしますね。めっちゃ出るな。おい、ふっ、なんだよマジかよ。どんだけ出てくんだよ星6過去最多で出てくるんじゃない、この星6ユニット。なんなんだ。はい、ということで、まあちょっとチップ余ってますけども、今回はこれで終わろうかなはい、ということで、またちょっと別動画で、三坂美琴、そしてアクセラレーターのね、再生進化動画とかももしかしたら上げると思いますんで、もしよかったらそちらも、ご覧ください。今回はとあるコラボの、スクラッチの動画でございました。全然ダメだったねというかねはい、ということでこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れさんです。バイバイ。